こんにちは、梅谷です。知ってるよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。リゼムさん。お願いします。はい、牧彦さんです。こんにちは。なんかいつも仲良くしてくれてありがとう。沖縄来てくれてありがとう。牧も毎日車を送ってもらってありがとう。第1回梅谷クイズ。あるユナスではその一番仲良くして飛んだりもしてねえ、マキなんか何をしてますからね。マキやん、だって。いやいや、そんなことないです。これは興味ないです、こいつのことなんて。今からメタに関するクイズ出ます。もちろん全員正解しますよ。ちょいくんだからね。確かに俺梅ちゃん大好きやからねえ。まあクイズ5問、5問あります、ね、レベルが簡単順からと。なるほど、なるほど。余裕余裕余裕や。一番わからんかったやつはもうそれは怖いね。上目だけでやったんだ。いや別に、まあ勝利は出るやろ。だって問題次第やろ。この後梅谷なんて言うでしょうっていう動画には上がってるんで。なるほど。ああ、そういうのではないと。あ、その動画見るんだ。梅梅チャンネル第1問初級ですよね。第1問って罰ゲーム。あ、そうですね。キス梅谷の。うん。ちょっとなんか含めたね。いい上辺だけでやってるやつなんかはキス。めちゃくちゃ詐欺。今やばい。今やばい。よく俺前にてです、こいつは。上辺と上辺みたい。普通に俺にほっぺに注目。上辺に愛を表現するからね。いいと思う。やだな。第1問、はい、この後梅谷に何と言った。何の動画や。できること知ってるやん。3段階目バリムズいから。いや先言うやん。やってるやん。もうあかんわ。やってるやんこいつ。あ、めっちゃ本当に足の方は全然動かないですよ。おー、だからじゃないけど、これは簡単だ。いや、それ分かるよな、みんな。まあ、大体合ってたら、うん、ニュアンスが合ってたら OK。 うん、悩むことないよ。男前やみきかも。ねえ、聞いて。諦めないで。できましたか。僕はできました。はい、できました。高からかな、こっちから行こうか。口の方はめっちゃ動くんですわ。あー、七へほぼ同じ。口は動きますんで。あー、変な感じでやるね。口だけはずっと動いてます。おー、リーダー、感じやん。口はめちゃくちゃ動きますからね。おー、これ完璧じゃないですか。口の方は動きますから。おー、でもみんな一緒って一緒ですね、これは。アップデートできること知ってるやん。判断がやめばありむずいから。やってるやん。先言うやん。やってるやん。もうあかんわ。やってるやん、こいつ。あ、めっちゃ悪くね。足の方は全然動かないですよ。足の方めちゃめちゃ動かないですよ。大正解。よし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 。一安心。お前ら愛しとるぞ。確かにすごいね。全員ポイントですね。全員ポイント、ありがとう。みんなやっぱり好きやわ。いや、うん、これはな、まだでもな、ま、初手にしてはまあまあだ。確かに確かに確かに。今のはまあ埋めたりじゃなくても、うん、まあ確かに、うん、予測ができる。髪の毛があれやった。初級すぎた。うん、どうも優しかった。まあでもこっからやな。うんうんうん。大事もん。はぁ、チャンネルか。日本グランプリですか。そうですね。那須さんが監督からマネージャーに転身。何をしてと思う。何をして。はい、那須さんが監督からマネージャーに転身。何をしてとなった。うわはい、やめろ。めちゃかった。何、絞れたとかじゃないか。読めやん。読まへん。あ、読まへんタイプの大喜利。え、どういうこと。ほう、わ、俺も見たいけどな。確かに見たっすね、これは。絶対見てる。俺のこと好きやろ。好きやし、しかも動画も牧彦さんのチャンネルやし、見てるはずなんですよ。見た、俺見た、見た、見た。牧も隣でめちゃくちゃ笑ってくれてんな。毎日笑うよ、お前の隣おったら。おー、最高やろ。この絵、大喜利何回も答えてるんじゃないですか。何個かあったよね、こういう。そんなん、せこい。でもその、喋らんタイプのやつは1個しかないわ。僕これ分かった、思い出した。ほらほらほら、あいちゃんおらんもん。これ多分僕しか当たらんもん。みんな俺のこと好きって言ってたから。2問目にしたらむずすぎるで、これ。もちろん分かっててその顔してるよな、みんな。ちょっと合ってないかもしれんけど、ヒントをみんなに言おうかな。優しい。え、答え知ってる。じゃあ最高じゃなくても最低じゃない、完璧じゃないが悲観的じゃない。時期が大切というか。あ、ね、トレンド。そうそうそう、ジネタ入れてる感じ。あ、なるほどな。そうですね、そうですね。
すごいなお前。え、マキはね、その思い出すじゃなくて、俺こう言うやろなと思って書いたってこと。うん、完璧かよ。俺その動画見てないもん。完璧やん、これ。分かりすぎてるやん、俺の。えぇー、だからなん、え、2問目やぞ。CA から行くか、じゃあ。自信あるよね。うん、すいませんよな。え、公然わいせつで捕まった那須さんが。違うんだ。敬語行こうか。俺言っていいですか。人の文句を今さらしまくったガーシー。あー、コロナ重症化。マネージャーもやめてくれ。しょうくん、シンプル不祥事。あ、不祥事でマネージャーね。はいはいはい。相棒スシロー。ペロペロ。それやで。あった気するんですよ。お、監督からマネージャーに転身、何をしてと思った何をして。はい、那須さん、監督からマネージャーに転身、何をしてと思った。はい、スシローペロペロ選手。合ってるやん。すげえ。それずるくない？それ。0.5点。僕3点ですか？1点。あ、1点。梅梅チャンネル。いや、これ相当むずいで。同い年の3人。いやいや、まだまだ3枚。あの、いける？いけるいけるいける。怖いな。急3の傷もあるよな。3問目いきます。じゃあ。まあ、梅ちゃんといえばツッコミ、うん、そうですね、ツッコミのワードを当ててほしいです。ワードね。ジャイさん企画がもう、淡々と進むような。え、進んだ。淡々とも進むような。はい、完全わかりました。あ、わかった。これはわかった。なんと突っ込んだでしょう。この動画はそうですね、アイドルの歌詞を僕が喋り続けて、梅ちゃんにはなんと突っ込むのか。俺これ自信あるな。自信ある。ああ、どっちやろ。これはマジ自信ある。どっちやろ。タノから行くか。タノから見せる。俺いい。美空ひばりな。おお。美空ひばりみたいに言わんといてや。おお。え、美空ひばりか。おお。これも美空ひばり。美空ひばりか。おお。すげえ。か。おお。みんなすごい。タノ正解の。もう簡単と進むよ。進んだ。三三とも。大将は大正解。すげえ。すげえ。大正解。好き。ああ、よかった。大将。メタには言うよ。好き。アイドル知ってなさそうな気したもんな。わあ、よかった。偽物の仲間か思ってたけど本物臭いわ。よかった。第4問。や。実家のやつか。見てください。見たぞ。見てください。うわ、これ見たぞ。めっちゃ可愛いやろ。どこ去年見たって。ほんでほら、うわうわ。ソフィーはでも全部同じこと何回も繰り返し言ってます。お前これ好きやな。俺これめっちゃ好きなの。俺これめっちゃ笑った気がするんだよ。もうちょっとヒント欲しいです。わかんないです。ヒントのところでやったって。それはこれ近づいてみたらちょっとあるかもしれんな。答えを言う前の。わかったわ。どっち。わかったわ。どっち。わかったわかった。じゃあケイコから行く。じゃあもう先やります。あのちょっと鳥のなんか右目がボコってなってた気しちゃうんで、あのアンパンマンアンパンマンアンパンマン。あの、アンパンマンちょっとかじられたときみたいな。あ、なるほどね。はいはいはい。でも、近い。あ、そういう感じか。ちょい君、今は顔歪んでる。あー、はい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 。もう、シーンっていう。見た目、ほぼショートケーキでしょう。なるほど。いや、そっちの方が面白い。え、ちゃうん。マギは。え、わからん。わからん。わからん。いや、わからん。俺、これ答えがわからん。あ、答えが。コロッケさんみたいな顔やろ。あ、なんかそんな、確かにな。いつもヒロシか。あ、なるほどね。え、ほんまわからん。え、ヒ
ました。見てください、見てください。こいつめっちゃ可愛いやろ。でもヘッド歪んでんねん。見てなんかそんな気してるんだよ。見て、ヘッド歪んでるやろ。ここヘッド歪んでんねん。ヘッド歪んでる、ヘッド歪んでるでした。なんやねんこれ。これ言ってんやな、翔平くん。そうっすね、顔ほぼこんなん言って気がするね。すげえ、1ポイント。ほらすごい、ヘッドだ、ヘッドだ。確かに一番近いよな、アンパンマン。アンパンマンを削れた。まあその削れてるっていうところは 0.5 点。 0.5 点。これおもろいけどね。ショートケーキ、もうこれ0.5 点。いや、なんでやねん。ちゃうわ、ショートケーキ、あれ僕んちの犬のこと言う。あ、そりゃ、そっちか。これちょっとおもろい、0.5 点。しか最終問題です。じゃあ、まず映像を流します。ちょっと書くやけど、その俺のこと好き。うん、大好き。誰よりも。よし、念じろよ。いけるって。いきます。何の動画や。あよくて、ブルーロックや。ここの手の形なんでしょう。さあわかるかい。右手3点、左手3点。うわ、でっか。あ、じゃあ右と左は違うってことだね。あーね。はい、いい質問なんですけど、この後その手に触れるんですか。手どうなってんねんって。全く手触れない。あ、いや、シンプルに梅谷が普段のシュートの時手どうなってるかみたいな。あ、ちなみにもう普段の手ってことでしょ。多分そうなんかな、俺。でもたまに、あ、なってるかも。もしかしたら。だからこんなに一緒にサッカーしてたら分かるやん。顔しか見てないんだけど、めちゃかっこいいな。何やろ、ポイントないっすよ。大丈夫そう、みんな。これはさすがに分かるやろ。梅ちゃんの右を右手でやって、左を左手でやったらいいですね。はい、その場でやっていきます。 OK ですか。 OK。 それでは出してください。せーの。おっ、牧川さんと翔平君が逆なんだっけ。え、そんな、俺そんなして蹴ってる。それは何をしたい。こう、完全ガチでそうやと思ってる。こう、あ、何してんの。近いな。で、こうシュートの時こう、こうやった。ちょっとね。なんか持ってるっけ。ローラ、ローラ、ほぼローラみたいな。あー、正解多いかな。薄すぎなくない。何やねん、この問題。最後右手がグー。うわ、左手がこう。惜しい。俺グッグーだったよね、出した時。答えこう。あ、まあ、なんか左手の親指です。あ、入れる。あ、ここ入れん。はい、これグー。3、これパー。いや、こうくっついてこう。右手が3、左手 0.5。 そしたら0。はい、結構絶対0。こんなん絶対なし。なぜ一人チューしたいやつを。梅梅チャンネル。優勝は牧川選手。やばい、強いわ。さすが。そしてそして最下位。最下位もう誰。高橋選手。シャーキスです。俺にキス。ということで、メタルクイズ、皆さん分かったでしょうか。皆さんは分かってくれてました。好きです。どうも正解式しておるんだ。ほんまに教えて。リズムチャンネルにも出てますんで、皆さんよろしくお願いします。いらっしゃい。ありがとうございました。よいしょ。待ってるよ、待ってる。優しい。優しい。決めねえんだよ。え、タカのタイプでそんな、そんな優しい。めっちゃソフトや。ソフト。ありがとう。